在日ウズベキスタン人は、日本に一定期間在住する、ウズベキスタン人内しウズベキスタン国籍の人々で、ある。また、日本に、帰化や亡命した人、及びその子孫のことを、ウズベキスタン系日本人と呼ぶ。2000年にはわずかに184人に過ぎなかったが、その後急速に増加し、2018年には3746人に、達した。数ある。 在日外国人の中でも増加率の高いコミュニティの一つであり、毎年著しい増加を示している。旧ソ連諸国の中では、ロシアに次いで多いコミュニティとなっている。在留資格別に見ると、最も多いのが留学の2366人で留学生が中心であることがわかる。言語はウズベク語のほかタジク語やロシア語が使われており、民族的には、 ウズベク人とタジク人が大半を占めるが、ロシア人、ウクライナ人などのスラブ系や朝鮮系の高来人、さらにはかつて、ウズベキスタンに強制移住させられた経緯から、クリミアタタール人の系譜を継ぐの、在日ウズベキスタン人もいる。地域別に見ると、東京都の2134人が、最も多く、順に、千葉県301人、埼玉県268人、 神奈川県240人、愛知県204人、茨城県109人、大分県63人となっており、大都市圏以外では大分県に集中しているのが特徴である。これは大分県ウェップ市にある立命館アジア太平洋大学には多くのウズベキスタン人留学生が在籍していることが要因である。ありがとうございます。